山陽電気鉄道820.850系電車山陽電気鉄道820.850系電車山陽電気鉄道820.850型電車は過去に存在した山陽電気鉄道の特急用電車の通勤型に格下げで1948年から1949年にかけて製造された8 0 0十1 2両と 1950年に製造された850系6両で構成される日本の私鉄電車としては第二次世界大戦後初のロマンスカーとして有名な車両である。なお、800型は後期六3形として有名な700系の当初の形式名でもあり同形式と混同されやすい。そのため、本校では正式な形式称号を取り扱う車種構成説を除き、 便宜的に800系、820番台を820系、9800型を時期によらず700型として800型という故障を用いず区分表記することとする。また、1950年当時の山陽電気鉄道では、各制御電動車にも波、各制御車に区波の記号をそれぞれ各社固有の番号の前に付与する記号番号ルールを採用していた。だが、 実際の車両にはこれらの記号は一切表記されておらず、この原則はそれから60年が経過した2010年現在も踏襲され続けている。そのため、本校でも車種構成説以外で各車両の記号番号を表記する場合は記号を省略して表記する。終戦後、戦災や自然災害によって極端な車両不足に陥った山陽電鉄は運輸省も は63型の割当て者である700型を導入するという思い切った手段を取ることで車両不足を解決すると同時に前身の宇治川電気電鉄部創設以来の懸案であった赤市道の区間における河川電圧の直流 1500V への昇圧をはじめ車体の大型化及び規格の統一についても同時に達成したこの一連の大工事によって標語姫時間を 大型車で直通運転可能となり、この直通運転に充当する車両として5編成重量の700型に続く大型車の申請投入が計画された。もっとも1948年の計画段階では、日本の車両工業会は前年の危機的状況こそ脱したものの、未だ危機や部材の調達について困難な状況が続いており、 国鉄もは六63型の割り当てを受け入れる以外で、原則的に運輸省が制定した規格型電車と、呼ばれる一連の標準設計車を導入する、ほかなかった。そこで、20メートル旧車体を備える700型は、当時の産業の輸送実態においてはあまりにも、大型すぎたことから、一列車単位での輸送力の適正化を考慮し、車体幅はホームに、 隙間が出ないように700型と同2.8メートルを踏襲しつつ、車体長を17メートルに短縮、この条件に適合する運輸省規格型 A 型準拠の設計が採用されることとなった。もっとも後に820型と通称されることとなる、このグループの設計認可申請が出される頃には、 日本経済の復興の進展で車両製造をめぐる状況は大幅に改善されており、規格型電車についても基本的な部材寸法はいまだ厳しい制約が課せられたままであったものの、内装などについては各鉄道会社側の裁量による仕様変更が認められるようになっていた。そこで、山陽電鉄では、車内で検討を重ね、営業面や沿線、 利用者への PR 効果も緩和して、第二次世界大戦後の日本の私鉄で心臓をされた車両としては、最初の例となる各車客用扉間座席への転換クロスシートの導入、設置が決定された。本形式登場の前にも、1947年に運転を開始した近畿日本鉄道の特急など、優等列車にクロスシート車を使用した事例はあるが、 近鉄特急の場合であれば、戦前から走っていた近鉄2200系や近鉄631系電車を整備し充当していた。このため、純然たる特急車用新造車としては、山陽の820型が戦後最初に完成、収益した車両となる。なお、820系の登場後に製造された、 他の私鉄の特急用車両としては、同じ1949年に続いて登場した、小田急電鉄1910型や1950年に登場した、近鉄6401系があるが、これら大手私鉄の車両に先んじてこうした、ロマンスカーを導入したことは、戦災による、保有車両壊滅という危機的状況を経て、 車両の大型化と路線の規格統一を完了したばかりの産業にとっては回であった。こうして営業運転を開始した820系重量はガラス窓の完全整備が行えず板張りのロングシートさえ十分に設置できていない車両が当たり前に走っていた時期に国鉄の波路、つまり二等車に匹敵する転換クロスシート装備のロマンスカーという破格のサービスを それも特別料金の徴収なしで乗客に提供することになった。当然ながらこれら820型による特急運転は非常な好評を持って乗客に受け入れられ、同様のサービスを提供する特急の増発が強く求められる状況となった。そこで、山陽電鉄はそうした乗客の声に応えて1949年夏に820、軽二両を試作新型大車の装着など、 若干の仕様変更を施した上で急遽増備し、さらに1950年度予算で6両の同級車を増備することとし、もっとも、この1年の間に、日本の車両工業界は急速な復興を成し遂げ、また、アメリカからの新しい電気鉄道技術の導入や、各メーカーの積極的な技術開発もあって、様々な新機構、新設計の研究開発が急速に進みつつあった。 また、820型は接客設備面で、飛躍的な改善を成し遂げた一方で 93kW 級主電動機を搭載した結果、制御電動車と制御車の2両1編成で、運用するには、若干の出力不足が生じていた。そこで1950年度製造の6両については820系の設計を踏襲しつつ、車体の軽量化と新技術の積極的な導入で、 性能の引き上げを図ることとなり、より強力な 110kW 級手電動機を搭載の上で形式を区分850型として新造されることとなった。本系列は以下の2形式6種18両よりなる。これらはすべて川崎車両、現川崎重工業車両カンパニーにおいて製造されている。これらは9800系、700系と同様、 もは829は821、もは822八百823の順に1、編成単位で連番となる、用偶数番号車と、奇数番号車をペアとして編成されている。また、正式な形式名が800型とされ、番号も20両を数えた9800系の、ラストナンバーに続く820から不満されるなど、9800型と強い関連性のある形式。 番号体系となっており、同形式の造備車として計画された本グループの代歴を示している。車体設計は前述の通り運輸省の私鉄向け企画型設計のうち、A 型と呼ばれる仕様に準拠している。これは、全長 17000mm、最大幅 2800mm とし、半行生全員溶接構造で、窓の上下に補強体、ウィンドウシル、ヘッダーを露出させた。 当時としては、一般的な構造のものである。側面窓配置は、D1D8D2、D、乗務員扉、D、客用扉、飛袋窓で、当然ながら、同じ17メートル級の運輸省規格型電車、A 型である、京阪1300系電車と同様の配置となっている。車内は前述の通り扉間に転換クロスシートが、並び、両端部は、 電動車での主電動起点圏外との干渉回避の必要もあってロングシートとされている。側窓は、戸袋窓、客用扉を含めてすべて二眼窓とされ、開閉可能な角窓は二段上昇式として下段には、併用軌道があったことから、保護棒が取り付けられている。つま面は、運転台側が非貫通構造かつ緩く R を描く、丸妻とされ、 三枚窓で中央と左側の窓が二段窓になっていたほか、前小棟は筒型の通常塔具が屋根中央に一基設置され、尾塔は左右の窓状に、各一塔、祖部にはアンチクライマーがそれぞれ取り付けられていた。連結面は切り詰まで、三洋発の広幅間通路が採用されている。なお、追加製造された830では連結面側にも、 運転台が設置されており、連結面にも通常の運転台側に順じた前、小灯、微灯が設置されている。通風機はガーランド式で屋根中央に一列で配置され、パンタグラフを搭載する偶数車は6機、奇数車は8機、それぞれ搭載する。塗色は戦前の200系以来のツートンカラーで登場したが、当時のクリームと青緑色のツートンとは異なり、 その後1980年代半ばまでの産業の標準色となるクリームイエローとネイビーブルーの鮮やかなツートンカラーで登場し、廃車までこの塗装で守備一貫した。基本的には820系のレイアウトを踏襲するが、車両構造の軽量化に対する研究開発が進んだことを受け、 また部材そのものの品質が大幅に改善されたことを受けて構え対抗づくりが全面的に見直され大枠部材の組み方を工夫して強度負担の少ない部材をスリム化するなどの努力で大幅な軽量化を実現した木造板張り構造の屋根にルーフィングを被せていた820型とは異なり本形式では屋根が後半張り構造にルーフィングを被せたものに 改められており、通風機も押し込め型のものを、屋根上左右に2列配置で32機、偶数車42機、奇数車設置するように変更されている。窓配置は820型に準じるが、天池寸法が拡大されて、戸袋窓は1枚窓となってその部分の保護棒は省略。妻面ではアンチクライマーが省略され、さらに妻窓が全て1枚窓となったことで、 全体の印象では警戒感が大幅に増している。塗色はは820型と同様である。8 2 0八820から829の台車は川崎車両製のボールドウィン AA 型を模倣した釣り合い良式台車である BW-4 で夕方の釣り合い張りを備え平ら軸受けかつ枕羽根が重ね板羽根という設計当時としては 一般的な設計の台車である。これに対し、830.831では、川崎車両製の軸量式台車である OK-3、OK、が採用されて、高速運転時の直進安定性と乗り心地が改善され、これは、あとの2000系、3000系、第一次車での OK 台車標準採用の先駆けだった。もっとも、続く型では、 OK 台車の採用は見送られ、BW-4 を改良した釣り合い様式の、川崎車両 BW-5 が装着されている。820型では、主電動機として釣り掛け式の三菱電機メガバイト -115BF が搭載されている。この電動機は700型に搭載されていた MT40 に比して、車体長あたりの出力が低く、 電動車と制御車を組み合わせた 1M1T 編成で使用するにはいかにもひ力きであった。そのため、850型では、主電動機の定格出力を 110kW 級に増強し、歯車比を3.52から2.85へ変更して高速域での走行特性を改善した。820型では700型を踏襲して、 国鉄正式で電空化無軸式の CS5 制御機を搭載していたが、850型では常用電気制動付き多段制御機の東芝 PB-4 を搭載、加減速をよりスムーズに行えるように工夫が来られた。820型では日本エアーブレーキ制営動作弁と車体シリンダー式基礎ブレーキ装置を組み合わせた、この時代の日本の電車では、 一般的な A 自動空気ブレーキが搭載されていたが、850型では高速運転対応として、より確実な制動力確保が期待できる、台車シリンダー式基礎ブレーキ装置が採用された。このため、中軽弁が挿入された AR ブレーキに変更されている。なお、850型では二両固定編成を前提として制御者に、電動発電機と、 空気圧縮機を搭載することで、編成各社の重量の均等化を図っている。これにより、電動車の自重は820型に比して、約4トンの軽量化を達成、軌道負担の大幅な軽減が実現した。820型が5編成揃った直後の1949年4月15日のダイヤ改正で、旅はこれでこそ楽しいというキャッチフレーズを掲げて、 兵庫姫時間を途中長田、赤市、鹿間の3駅に停車して所要時間75分、1時間ヘッドで走る特急の運転を開始した。全区間並走する日本国有鉄道、国鉄山陽本線は、当時西赤市伊勢は、秘伝化で C53C59C62 といった大型旅客用蒸気機関車が長編成の客車を牽引する列車ばかりだったので、煙が出ず、 しかも当時のスロ34系、オロ35系、オロ41型といった国鉄二等車並みの転換、黒数等装備しながら特別料金を徴収しない820型は、その快適さゆえに、たちまち利用者の人気を博した。このため、兵庫、姫路両駅の特急専用ホームにはベンチを並べ、ドアは一箇所のみを開けて、ベンチの列の先頭から乗車するようにしたが、 列車到着前から特急を待つ長い行列ができたという。また、この山陽電鉄の構成を脅威と見て取った大阪鉄道管理局は神戸姫路間に赤市、加古川のみ停車の区間列車を設定、機関区がなく本来は折り返しを想定していない。設計の神戸駅で折り返しを行うため列車を一旦は転車台の設置された東名田まで改装し、 引機をそこで転向して神戸まで再度、改装するという無理を行って、本形式による特急に対抗しようとした。もっとも、この時期の国鉄山陽本線は未だ原価区間が姫路に達しておらず、頻度や所要時間などの利便性においても、山陽電鉄の後人を排していた。国鉄側の劣勢は、山陽本線姫路原価が完成し、乗客が、 万園から解放されるまで覆せなかった。1951年9月に発生した西大車庫の火災では820系826.827と心臓間もない850系854.855の2編成を消失した。好評のロマンスカーの喪失、不足は営業上深刻な問題であり、両編成とも最優先で、 復旧策が講じられ、いずれも翌1952年までに川崎車両で850系相当の心臓車体を製造して復旧した。この際、機器が焦損していた826.827、編成は同じく消失した700 7 0 0系7 1 2 1 3の使用機器から、台車、DT13S、主電動機、MT40、主制御機、 CS5 などを流用した上で運用に充当された。低出力な主電動機を搭載する820型では850型と足並みを揃えてスピードアップを行うことは困難なことから700系投入後から実施されていた変電所の容量増加と協力強化工事が完了した後、1954年から1956年にかけて 820系の主電動機出力増強、93.3kW110kW 級と歯車比の変更を実施して、850型と同一の性能とした。820.850型は1950年代前半の山陽の主力車であったが、1956年に山陽電鉄発の WN ドライブ車である2000系、第一編成が、 ロングシート車として、竣工翌1957年には、その量産車である二次車と826,827に流用されていた712.713の足回りを活用した2700系が、転換クロスシート装備のロマンスカーとしてデビューするに、及んで、主役の座をこれらの形式に明け渡した。特急運用の第一線を退いた本系列は、 ロングシート化されることとなり、850型が1960年に、820型が1961年から1963年にかけてそれぞれロングシート化を実施され、同時に戦闘車を貫通式に改造するとともに、他形式との混用に備えて850系の制御機を CS5 及び三菱電機 CB-16C に換装した。 神戸高速鉄道への乗り入れを睨んで、内装の不燃化とつま面への貫通扉設置を実施した際に、各社とも運転台側前面窓を H ゴム指示に改造したが、車掌台側の前面窓については2段、上昇窓であった80型が H ゴム指示化改造を実施したのに対し、1段、上昇式であった850型は従前のままとされた。また、 時期は不明ではあるが、830の連結面側運転台は撤去されたほか、1965年からは BW-4BW-5 台車の枕羽根を重ねいった羽根からコイル羽根に変更して、釣り合い量と台車枠本体を結合するイい断パを各2本ずつ付加、軸受けを平ら軸受けからローラーベアリングに換装するなどの大改造を実施し、 台車の形式名もそれぞれ BW-4、ABW-5A に変更された。その後も神戸高速鉄道開業までは特急にも使用されていた820.850系であるが、神戸高速鉄道を介した、阪急電鉄神戸線、阪神電気鉄道本線への相互乗り入れが開始されると、全長17メートルの本系列は、他の15.17メートル旧車と、 同様、神戸高速船内までの乗り入れに限定されたことから、必然的に普通列車主体の運用に重当されることになった。また、神戸高速鉄道開業で乗客が増加し3両編成化が求められるようになったため、本系列も同じ17メートル級に扉車の270型を大阪側、姫路側のどちらか一方に増結して3両編成とした。さらに、 1960年代後半から1970年代初頭にかけていた形式と同様に営業運転で先頭車となる車両については貫通扉に行き先方向膜及び種別表示幕の取り付け改造を実施した。このほ他、1970年に829と830の間で台車の交換を実施し、829が OK マイナス3を 830が BW-4A をそれぞれ装備するようにして、OK-3、OK、を制御車専用とした。また、この時点で営業線上における戦闘車としての使用の機会がなくなった850系空数板車については、運転室内の運転台機器の一部が撤去されて、事実上回送運転台とされ、側面の乗務員扉も溶接され、実質的に 中間電動車となった。戦後の早い時期に登場し、大きな車体更新も実施されていなかった820.850型は、1970年代に入ると700.250型に次いで置き換えの対象となり、3050系の増備によって1973年に828から829,830から831の2編成が本系列発の廃車となった。 しかし、同年の第一次石油ショックによる沿線工場の創業短縮に伴う乗客減によって1974年以降新車の投入がストップしたことから本系列の置き換えは一時中断された。その後、1977年より3050系の増備が再開されると本系列の廃車も再開され、 1981年の826から827の廃車を最後に820型が形式消滅となった。引き続いて850系の廃車も開始され、1981.1982年に1編成ずつ廃車された後、1983年10月に288から854から855の3両編成で実施されたさよなら運転を最後に、 こちらも、形式消滅となった。両形式の廃車は、形式順に、状態の悪いものから順に実施され、共に、西大社古火災の被災者を車体心臓して復旧した、ものが最後となった。中でも、戦後すぐの混乱期に製造された820型は、車体の状態が特に悪く、末期は、外反が大きく波打つなど痛々しい状況であったが、 神戸高速鉄道開業前に不燃化改造工事が実施された際には850型を含めて車体の補修が最小限に留められており、この時点ですでに近い将来の廃車方針が決定されていたと考えられる。1973年の廃車後、830が教習車に改造され、台車を元の OK-3A、OK、に換装し車体を 水色一式に塗り替えて室内に教習用の機器を積み込まれ、西大車庫の側線に同車庫移転後も長らく留置されていた。だが、これは高速長田東、須磨間の地下化工事の進展に伴って、いつしか姿を消した。また、8 2中から821がしばらく東二見車庫に留置されていたが、直通特急運転開始に伴う5000系の増備によって、 車の構内が手狭になったことからこちらも解体された。本形式に関わる物品としては、川崎車両による OK 型軸量式台車の実用書号機となった830から831用の OK マイナス3台車が、東二見工場と川崎重工業兵庫工場に1台ずつ保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。